こんにちは、アシュです。今回はラジオはリーダーで使って闇花火にしてどれぐらい火力が出るのかやっていこうかなと思います。ラジオのリーダースキルが闇を4個以上つなげて消すと攻撃上昇30個30倍なんだよ。なんで今回これをやっていこうかなと思います。でちなみにね、今日の動画多分縦動画になんないと思う、横動画になると思います。でラジオからのバルキリーで、最初泥強なしでどれぐらい火力出るか見よう。まあ見ようっつってさっき自分でやって見てんだけど、だからある程度わかる。ただ落ち込んの数によってちょっとぐらい変わるからね。1個2個2個3個これで8000万だね。これ800万じゃないです。8000万で、次泥強してどれぐらい出るかやります。これね、シャントットとかだと列が6個あるんだよ。なんでそっちの方が火力出ると思うんだけど、実際実戦でシャントット入れることなんてほとんどないと思うんだよ。なんで実戦に近い感じの列の量にしてる。多分実際で使うとこれぐらいなんじゃないかな。うん、だから、まあ、火力上げようと思えばね、もうちょっとオールシャントットとかでも全然いいんだけど、まあ、今回はこれでいきます。で、泥強はまだどれぐらいか見てないんだよね。多分1億は超えてくるよね、さっきの感じだと。いきます。はい。落ち込んゼロ。1億4000万だね。はい、こんな感じですね。で、最後 7×6 でもやってみようか。7×6 すげえ火力出んじゃないかな。てか、泥強いらないね。泥強なくて7000万ぐらい、8000万ぐらい出てるから、あんまり泥強が必要な場面がないな。はい。いきまーす。ラジオからの、ワルキリーからの、さっき1億4000万だったよね、確か。いきます。はい。うわ、闇乗った !4億4000万かな。はい。チャンネル登録お願いします。バイバイ。